人口地理学は人口減少の地理的分布や移動から地域構造を理解することを目標とする人文地理学の一分野である。人口地理学の研究対象は大きく人口分布、人口構造の空間的パターン、人口変動の空間的パターン、人口移動で分類することができる。人口分布は人口規模の空間的パターンのことである。 人口分布を表現する方法の一つとして分布図が挙げられる。人口分布図をドットマップで表現したり、人口密度図を階級区分図で表現したりすることができる。人口分布を表す指標として人口密度、人口重心、人口比重、人口集中指数などが挙げられる。人口構造には生物学的な分類による人口構造と文化、経済、 社会的な指標に基づく人口構造が存在する。主なものとして性別構造や年齢構造が挙げられる。性比による性別構造の分析のほか、年少人口、生産年齢人口、高齢人口の割合などを踏まえて年齢構造の分析が行われる。人口変動とは人口規模や人口構造の変化のことを意味し、出生、死亡、 人口移動により引き起こされる。出生率や死亡率の地域差などが研究対象となる。人口移動は地域人口の変化に大きな影響を与える事象であり、人口地理学の主要な研究テーマの一つである。国内人口移動では、例えば都市、農村間での人口移動が研究対象となる。人口地理学では、人口学でも扱われる性別や年齢に限らず、 宗教や職業など文化的な側面や社会、経済的な側面の地域差も考察対象とする。また、香川では人工地理学は人工学と比べて空間認識力が高いこと、市町村以下のミクロスケールでの地域分析力が高いことが指摘されている。ありがとうございます。